キティズ・パラダイスはテレビ東京にて1999年1月5日から2011年3月29日まで放送されたサンリオキャラクターの子供番組。通称はキティパラ。もともとこの番組は1994年10月からテレビ東京系で放送されたハローキティとバッド・バツマルの後継番組としてスタートした。同番組の前身は遊ぼう。 ハローキティであり、その前身は大好き。ハローキティである。大好き。ハローキティは1993年12月からの放送開始だったが、その1ヶ月から2ヶ月前にテスト番組としてサンリオアニメシアターの名前で、ハローキティや聞き取られのアニメを全2回だけ放送をしていた。放送回数は全26回で、全編が サンディオピューロランド館内のロケ撮影だった。また、毎回共通のオープニングはアニメで始まり、キャラクターと司会者が登場するコーナー寸劇を何パターンか言ったり、歌のコーナーを挟み、告知コーナーの後にエンディングとなった。毎回共通のエンディングは、ポチャッコとピューロフレンズが登場する知恵のキステージで撮影したダンス形式のエンディングだった。すでに、 この番組からステレオ放送が行われており、主題歌とエンディング曲を収録したシングル CD も限定枚数で発売された。大好き。ハローキティの放送終了後、CS 放送のキッズステーションで再放送が行われたが、権利の都合上、囲碁地上波や衛星放送では一切再放送が行われていない。また、総集編ビデオソフトが1巻だけ発売されたがこの、 ソフト化以降、権利の都合上ソフト化は長らく見送られている。大好き。ハローキティの放送終了後に遊ぼう。ハローキティが放送開始された。この番組から制作著作が全面的に株式会社サンリオとなった。また、同番組から出演者が増えキャラクターにもセリフがつくようになった。オープニング CG と提供バック製シ画の制作は、 株式会社 MK であり、それらはサンリオピューロランドの姉妹パーク、ハーモニーランドの PR 番組、キティズパーティーでも使用された。全番組、ハローキティとバッドバツマル開始当初も遊ぼう。ハローキティとほぼ同構生だったが、開始当初からハーモニーランドでの公開収録だったキティズパーティースタートからしばらくして、ハローキティとバッドバツマルも、 サンリオピューロランドでの公開収録を開始し、後を受けて始まった当番組でも最終回まで公開収録型番組として放送。開始から1年間は出演者も、ハローキキとバッドバツマル末期の出演者がそのまま続投した。ピースからハイビジョン制作。2009年10月6日よりアナログ放送ではレターボックス方式になった。また字幕放送も実施している。 サンリオピューロランドのメルヘンシアターで公開録画されていたが2011年2月20日をもって公開録画は終了。これにより前進のハローキティとバットバツマルを合わせて13年続いた公開録画は幕を下ろし2011年3月29日放送分をもって終了した。放送終了後この枠はローカルセールス枠となる。本番組終了で サンリオアニメシアターから18年続いたサンリオの子供番組は2017年4月にテレビ東京系列からフジテレビの BS チャンネルである BS フジに放送局を移す形でサンリオキャラクターズポンポンジャンプ開始までの6年間にわたり中断することとなったなおサンリオキャラクターズポンポンジャンプは2020年3月限りで終了した サンリオの子供番組は2020年4月からは再びテレビ東京系列に戻りファンファンキティが放送されている。一家に記載されている放送内容は2011年3月現在のものとなっている。レギュラー出演者は加藤マノ以外全員サンリオピューロランド所属のダンサー。このように番組名は2から3年おきに変更されている。 放送キー局はすべてテレビ東京である。ハローキティのアニメについては、ハローキティリンゴの森シリーズを参照。2009年10月以降アニメコーナーは設置されていない。また、雷の石田匠が AD として働いていた。AB、お気に入り。アニテレ、テレビ、東京公式アニメサイト。2020年9月15日閲覧。 キティズ・パラダイス・ピース2011年3月29日放送内容価格コムテレビ紹介情報2020年9月15日閲覧2011年4月12日から6月28日まではプリティリズム・オーロラ・ドリーム同年7月5日からはダンボール戦記プレイバック交番後ピューロランドのダンサーを引退している最終回での 本家バツマルのたこ焼きやち、ちに出演し、三輪彩か、水越彩と共演した。それ以前は、自社制作版の、キティズパーティーが放送されており、トスの子会社のトスエンタープライズが、制作協力をしていた。なお、トスでは、ファンファンキティ、の開始と同時に、サンリオ子供番組のネットを再開している、TV ステーションネットワーク、アニメディア2001年8月号、学研、 115ページ。TVQ 九州放送は、キティズパーティーを放送していて、キティズパーティー終了後しばらく、この番組をネットしていた。ありがとうございます。